こんにちは。いつも波動チャンネルをご覧いただき、どうもありがとうございます。波動コンサルタントの桑野正則です。え今日の波動チャンネルは、あ才能で諦めるなあ、才能ある自分作りの5つのコツというね、そんなお話をお伝えをしていきます。才能で諦めるな、才能ある自分作りの5つのコツというね、 えー、よく、あの、昔の僕もそうだったんですけれども、何かやりたいことがあったりとか、何か素晴らしい未来を実現したいとかね、えー、そういう時に、やっぱあ、今まで経験したことないことだったりとかあ、なんかやったことのないことの場合、才能がないと思って、えー、それを諦めてしまうというかね、そういうことって結構あると思うんですよね。えー、自分にはその才能がないかは無理だろうなと思う。さ最初に、えー、そのことを思って、 で、え、ちょっとその道を、あの、自分の中でないものとしてしまうということを結構あると思います。ただ、あの、才能で諦める必要ってないんですよね。で、僕は今、あの、多くの人を浄化したりとか、経営をコンサルティングしたりとか、いろんなことをしてますが、15年前、今に至るメンタルのこともそうです。今に至るスキルも知識も何もなかったんですよ。 15年前は、独立した当初は、今持っている知識もスキルも何もなかった。で、今は1500人の方一気にね、オンラインで浄化をしてますが、 ね、このお力も6年前には一切なかったものなんですよね。えー、でも、なかった、ないからって諦めたわけではなくて、そこから、あの、その才能を身につけていった、あーっていうのが実際のところですので、なので、えー、やっぱ才能で諦めるっていうのは早い,い,いんですよね、えー。そうではなくて、えー、自分を作っていく、その才能ある自分を作っていくことができますので、えー、そのための5つのコツっていうのをちょっとお伝えをしてきますので、ぜひ参 にしてみてみくださいで、この動画あ、このチャンネルは波動というものを使って願望を実現したり、幸せに豊かに生きたり、自分らしく生きたりといったコツをお伝えをしておりますので、よろしければあチャンネル登録いただければと思います。 そして、間もなくですね、こちらの新刊が出ます、えー。成功している人はなぜお清めをするのか。成功している人はなぜお清めをするのか。あお清めの本、お清めに特化した本なんですけれども、もまあ僕たちの波動に影響を与えるエネルギーの部分で、このエネルギーの波動を下げてしまうマイナスのエネルギー、邪気というものがあるんですけれども、それをまあ日常の中で、えー、自分で浄化をしていく、そしてマイナスのエネルギーをなくすことで波動を高くしていくための のメソッドになってますのでぜひ、えー、参考にしていただければと思います今 Amazon で予約できますので、えー、その予約の URL をコメント欄に貼り付けておきますのでぜひご覧ください成功している人はなぜお清めをするのかあ3月頭に発売になりますで早速本題になりますが、えー、才能で諦めるな才能ある自分作りの5つのコツというそんなお話ですがあ冒頭でお伝えしたように才能がないからって諦める必要はないんですよね で、自分の才能ある自分を自分で作っていけばいいんです。そのための5つのコツをお伝えをしていきます。まずは一つ目、えー、何かというと、その才能ある素敵な自分を意識することです。えー、まずはその才能のある素敵な自分をイメージして意識をしていく。うイメージって雛形なんですよね、えー。イメージというのはひな形あ先日ね、あ 素敵な自分を作るコツっていう、素敵な自分になる秘訣という、そんな動画を先日アップしましたが、そちらでもお伝えをしてるので、そちらもご覧いただければと思いますが、あの、才能、素敵な自分っていう、雛形を作る。雛形を作らない、作ると、そこに必要なエネルギーが込められることで、その現実が出来上がっていくので、まずは、才能ある素敵な自分を意識することです。意識しないものは、 現実になりづらいので、ひな型が作られないので、えー、それが現実になりづらいんですよね、えー。だから、まずはイメージしてみてください。 で、イメージしたら、その自分が、ああ、してる服装とか、その自分がしている、表情とか、その自分が言ってる口癖とか、そういったものもね、真似をしていくと、おちょっとずつその自分っていうのが育ってきますのでね、意識したものをお、意識した自分が花開いてきます。今まで花開いてないのは、あ意識してなかったからあでもあるんですよね。えー、なので、まずはあ、素敵な自分っていうのを明確にして、それを常に意識するっていうことをしていってください。まあ、これはひなを作る。 ということそれと次、才能に関わってくる。実際の才能に関わってくる話ですが、一つ目は、今、そのやり方がわからないとか、そのスキルがないっていうのは、あのー、記憶データがないってことなんですよね。だから、まずは、学ぶことです。良質な学び。しかも、良質な学びをするってことがすごく大事です。えー 僕はよく実現したいことがあるなら実現している人と同じ時間を過ごしましょうとお伝えをしてますが、あこの学びですよね。えー、良質な自分が実現している人おとお一緒にいることで、その実現するための最短距離の学びが得られます。で、この学びっていうのは本当にすごく大事で、えー、学んでないものっていうのはなかなかあ、才能がないものに関しては勝手に花開くっていうことはないので、えー、学ぶことで自分の中にその才能のデータを 入れていくことができますので、えー、まずは良質な学びということを意識する。で、それに関しては僕も未だに学びは重ねてますので、えー、終わることはないんですよね。えー、その学び、良質な学びが必要です。二つ目。で、三つ目、学ぶだけではあの片手落ちです。 学ぶだけでは、片手落ちで自分の血となり肉となりになっていかないですよね。その学びを血となり肉となりにしていくのに何が必要かっていうと、トライアンドエラーです。三つ目はトライアンドエラーをする。で、ただ闇雲にトライして、えー、失敗してっていうことを繰り返すんではなくて、PDCA って言うじゃないですか。プラン、ドゥチェック、アクション。これを回すっていうね。計画をして、実行をして、えー チェックをして、えー、アクションする。う計画し、プラン、ドゥ、チェック。プラン、PDCA。ちょっと待ってくださいね。PDCA でしょプラン、ドゥ、チェックとアクション。PDCA。サイクル。あ、アクションじゃない。アクトか。間違ってました。えっ、ー、とね、プラン、ドゥ、 計画して、実行して、チェック、評価をして、改善、アクション、改善ですよね。で、また、プラン、計画して、実行して。だからトライアンドエラーで、エラーした、チェックをする、エラーしたことのチェックをして、で、改善をして、どうやったらうまくいくかっていうのをして、また、あのー、プランを立てて、実行する。これを重ねることです。 トライアンドエラーもしくは PDCA を重ねていくと、実は、あの、学んだことが生きた知恵、生きたスキルとなって、えー、どん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 身についていきますので、どれだけ、えー、このプラン、ドゥ、チェック、アクションを回していくかっていうことです。で、えー、4つ目、それにも関係してくることなんですけれども、場数です。 である程度のスキル、えー、学んで、えー、トライアンドエラーして、ある程度のスキルになったら、今度は場数を踏むってことが、めちゃくちゃ大事です。場数を踏む。たくさんたくさんやっていくことです。えー、なんかすごくね、いろんなスキルをお持ちの方に聞くと、絶対言われるんですよね。場数が大事だって。で、場数をやることで、えー、一つのスキルが、いろんなあ、ケースバイケースで対応できるようになってきますので、えー、場数を踏むっていうことを意識してください。実行してみてください。 実行してみてください。それと四つ目、仲間の存在です。仲間。えーえー、僕の三冊、四冊目の本、波動の法則の本にも書いてますが、えー、同じ志を持った仲間がいると全然、えっ、ー、と、物事が展開するスピードっていうのが変わってきます。で、仲間が、あの、うまくいってるのを見たら自分も刺激されますし、えー、仲間が、 えー、なんか、あの、気づきがあったらあ、それを教えてもらったら、自分では気づけないことを気づかせてもらえますし、この仲間の存在がすごく大事。えっ、ー、と、志を同じくしている仲間のことをマスターマインドって言います。それは波動の法則の本にも書いてますが、この仲間の存在が、あ自分の、おなんていうのかな、あうまくいくの加速させてくれるす。えー えっとね、ナポレオンヒルの書かれた、ナポレオンヒルっていうね、アメリカの作家の書かれた、思考は現実化するの中で、成功を最も加速させるのはマスターマインドの力だって、えー、言われてる、書かれてるんですよね。えー、それは本当で、えー、マスターマインドがいるかいないかで、えー、自分の才能のある自分づくりっていうのが、スピードが変わってきますのでね、えー、ぜひ仲間っていうことも意識してみてください。えー、才能ある自分づくりの五つのコツ、一つは、 素敵な自分を意識することです。素敵な自分を意識する。それと、二つ目、良質な学びを重ねましょう。え三、ー、つ目、トライアンドエラー、もしくは PDCA サイクルをずっと回していくことです。で、四、えー、つ目、えー、場数を踏みましょう。と。で、五つ目、仲間を見つけて。 えー、マスターマインドと繋がって一緒に切磋琢磨していきましょうというね。えー、そんなことを繰り返していくと最初はちょっとずつになるんですけれども、やればやるほど、おどんどん素晴らしい才能っていうのが開花してきますから、あ自分探しではなくて自分作りです。才能ある自分を作っていくってことをぜひしていただくといろんなことができるようになりますからね、えー。才能で諦めるのではなくて、今日お伝えしたことを意識して才能を作っていってください。そうすると、 いろんなことが実現していきますのでね、えー、ぜひ参考にして実行していただければと思います。 え今日のお話は、あ自分づくりのお話をさせていただきました。で、明日の動画は何をお話しするかまだ考えてないんですけれど、また明日も言うようなあお話をできればと思いますの、ね、で、また明日もご覧ください。そして、えー、LINE 止めるマガでは、ウィークで毎日メッセージを送りしてます。願望実現のお話や波動のお話、そして、えー、メンタルのお話、そんなお話をお伝えをしておりますので、よろしければ LINE もしくはメルマガどちらでもいいので、えー、ご登録ください。そして、えー、今日のこのお話で 感じたこと気づいたことがあれば、ぜひ、えー、コメント欄にシェアをしてみてください。えー、シェアをすることで、えー、自分が一番気づきますから。で、シェアをすることで自分の運気が上がってきますので、ぜひ、いいシェアをしてみてください。これだけ毎日言ってるけど、なかなかね、されないんですよね。えー、こんだけ、えー、得になる行為は僕はないなと思ってるんですけれどもね。えー、なかなか、しないもんだなと思って。 えー、思、なんかもったいないなと結構思ってるんですよね。もうもちろんシェアしてくださってるの全部目を通してますのでね。えー、ぜひしてくださってる方は、ああ、それがね、絶対父となり肉となりますのでね。ぜひ続けてみてください。で、えー、今日のこの話が良かったなと思われる方はチャンネル登録といいね、高評価ボタンを押していただければと思いますし、お友達で、えー、必要としている方がいればぜひお友達にもシェアをしてみてください。それではいつも波動チャンネルご覧いただきどうもありがとうございます。あ、えー、今日もおまけのお話 しないのでこれで終了させていただきますいつもありがとうございます失礼いたします